ビットコインねピタッと止まっちゃってもう今結構ね長い期間、えー、レンジの中を横横と静かに動いてるんですけどなんかもうこれがね極めて異例って言われるぐらい、まあ、記事まで出てるぐらいなんですが、まあ、もうすぐアメリカでも夏休みに入るということでまあ、夏枯れ相場とかどうなのかとか。 そういいいいっったたテクニカル分析を今日もやっていきたいと思いますすみません、WebX 東京でですね、ちょっとはしゃぎすぎて、えー、体調崩してしまってですね、今、声がガラ声なんですけど、お許しください。現状のビットコインですが、29,071ドルをちょっと推移してますね。なんとかね、ここの2万9,000ドルを、えー、ちょっと底固めし始めてて、ここで今、ギリギリサポートされてるっていう感じですね。日足ではこういった上昇中のウェッジ のような形を作りながら今短期中期では加工トレンドとしてちょっとこう緩やかに落ちてきてる状態ですね結構日足を見てもね前回4月から6月ぐらいにかけてのこういった値幅っていうのがあまりなくてですねもう本当に細しちっちゃい足がですねもうちょくちょくちょくってあるぐらいでこの2万9000 700ドルのこのレンジの中をもじもじと動いてる感じですね結構ね多くの投資家トレーダーがこの日足の上昇トレンドラインにタッチしたとこですねちょうどまあだいたい2万8000ぐらいになると思うんですけどここまで落ちてくるのを待ってからの買いエントリーを考えてる、まあ、トレーダーさんが結構多いかと思います僕も結構ここでは今待ち構えてるんですけど そういった中なかなか意外にもスストンと落ちてこない感じがするんですよね。でまあこの静けさっていうのもなんかブルンバームバグの記事によるともう8営業日にわたって1%を超える変動がま先週までなかったということでまあこれ極めて異例だっていうことでですね記事になってるんですけどまだなんかこうリスクオンムードがビットコインとかイーサリアムにまだ完全に来てないっていうような見解がされてるんですね。 で先週ですね、あの格付けの大手会社、フィッチ・レーティングスによる、えー、と米国債が格下げされたということで、ツイッターにもちょっと書いたんですけど、あの短期的にね、米国債が売られちゃったんですよね。まあ、格下げされちゃったから、まあ、ちょっと今、米国債、まあ、しばらくちょっともうつのやめとこうって言った投資家が売りに出したと思うんですけど。 その中で、まあ、アメリカの10年債の利回りが上昇したということで一旦リスクオフモードになりましたねあとこうあと指標の民間雇用者数っていうのも市場予想以上に増加したため利上げが継続するんじゃないかっていう懸念が強まったみたいでアメリカとかヨーロッパの,あの株も一旦反落したっていうのが先週ありましたね。 でそれに加え、ビットコインに関しては、バイナンスのネガティブニュースっていうのがちょっとあったんですよね。アメリカ司法省がバイナンスに対して起訴を今検討しているっていうような、まあ、ちょっと噂が流れてきてですね、まあ、それもちょっとネガティブニュースとなって、2万9000ドルまで一旦ビットコインは下がった感じですね。で、ビックス指数も、まあ、ここ5ヶ月で最大の上昇を記録したということで、今もちょっとまだ上昇中なんですけど、まあ、この20ポイントを基準としたときに、 えー、7月は結構12ポイントって結構リスクオンに近かったんですけど今はもう17ポイント18ポイントにまで上昇してきてるので結構投資家の中では今一旦はリスクオフモードになってるのかなっていうのはこの、まあ、VIX2 見てちょっと感じましたただねあのアメリカ株と今ビットコインの相関っていうのは一旦崩れてるので、まあ、今後はねビットコインは単独で動いていく可能性もあるかなとは思ってます でビットコインのフアグリードインデックスを見るとまあ直近だったらだいたい50から52ポイントだったんですけど今は50を下回って49ということで、まあ、ビットコインまあ投資家トレーダーの中でも少しちょっと恐怖心が出てきてるのかなという感じがしますねやっぱね ETF 申請っていうポジティブな材料はあるんですけどまあ、結構ね見通しがあのまだまだ先っていうのとまっ、あ、たそのバイナンス に関してのネガティブニュースですねそういった噂が、えー、少しずつちょっと恐怖心を追いでいるのかなという感じがしましたビットコインの四字干数を見るとですね7月23日ですね7月23-24日をのこの急落を起点にですねまずはこの2万9700ドルで、えー、レジサポ転換というのが起きてますね一旦ここの価格帯というのはここで反発を 強くサポートされてたんですけどズドンと落ちて今度はレジスタンスとなって今機能してる感じですそれに加えて4時間足の 200EMA っていうのもですねここでサポートされてたのが今は今度はレジスタンスとなってですね1回2回と反発されて今価格は29,200ドルまで落ちてきてます結構ね5月の時と比べて ズドンズドンと落ちてくるような相場には見えないんですよね。どちらかというと、なんかこう、じわ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 下げて、またドカンと上げて、またじわ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 下げてみたいな感じがずっと続くような感じもします。まあ、短期中期では僕はこの29,700ドルからだいい二28,800ドルですね。ここのレンジの中を、まあ、メインで見ながらですね、 まあ短期で取れるところはロングで取ったりですねショートで取っていこうかなと思ってます直近ではちょっとこのレンジ,レンジは僕あんまりトレードしないようにしてるんですけどまあ取っていくならこの2万9000ドルですねここの2万9000ドルに達したタイミングで反発を見てまたロングを取るでこの 200EMA とかですねあと2万9700ドルのこのゾーン のまた反発を見あその繰り返しでもえ何回かはえ反発を利用して利益は取れるんじゃないかなと思ってますただやっぱりあのレンジないということと緩やかな加工トレンド中なのであまり深追いはせずにですねサクッとこうショーロットで取りに行くようなトレードスタイルの方がもしかしたらいいかもしれないです中期的には加工トレンドですねこの高値 前回高値の7月14日3万1700ドルから下にいたこのトレンドラインですねこのトレンドラインを抜けるまでは一旦は下で見てますここがまた大きく抜けてくるようであればまた買いエントリーをガツガツ考えていこうかなというのともしくはこのウェッジをですね下抜け数していくパターンも考えられるのでそこのあたりも警戒していこうかなという感じですね ただから結構、上値が重くてですね、一旦上がったとしても、ここ結構、この帰り、200円目のこの帰りってなかなか埋め切れてないんですよね。なので、結構下に行きたがってるような価格帯、価格の値動きではあるかなとは思うので、下の方も、えー、落,ちたと落ちてきたとしたら、29,400ぐらいはあの全然落ちてきそうなので、そこのあたりも警戒しながら見ていこうかなと思ってます。 ここでね逆に上がったタイミングでショートで入ってくる、えー、ショーターのトレーダーの方も結構これから増えてくると思うので一概にね大きく上がったからといってこのまま、えー、上昇トレンドにいくのかなっていうのはちょっとまだ疑問なところでありますね。ここが結構落ちきってですねこの価格帯だったらもう買っていきたいなっていうトレーダーが多ければ多いほど、えー、上昇にまた転じていきやすいのでまあ、そこのあたりですね この逆三尊とかですねダブルボトムといった反発を見ながらですねここはまたうまく中期的にはロングを拾っていきたいなと思ってますやっぱり一番注目したいのは一時間足の 200EMA ですねこの 200EMA っていうのはなかなか抜け切れてなく反発が結構多く意識されている EMA となるのでこんな感じですね結構反発多めなんですよね なのでこの 200A 目を上抜けしてきちんとサポートされるのを見るのであればまたここからロンゲントリーっていうのも考えられるかなと思ってますただね前回のようなこういった8月2日のこういったパターンもあるのでここもね結構サポートされてここでロンゲントリー入ってた方とか多いと思うんですけどこういった騙しっていうのもあるのでこの大きな騙しっていうのもちょっと注意していきたいと思います 注意していきたいなと思ってます正直ねこういった騙しっていうのは回避するのってなかなか難しいんですよねここはだってどう見ても逆三尊、しかもダブルボトムで綺麗な転換だったのでここは僕もちょっと拾いましたけどここで結構ねこのまま上がっていくっていう思ってたトレーダーの方も多かったはずですただまあここはね一旦下落に転じてしまったのでまぁ、あ ネガティブファンだっていうのもありますけどこういった騙しはもうきちんと損切りとしてこういった損失っていうのもきちんと受け止めないといけないかなと思います、まあ、なのでやっぱりあのトレードする時は必ずあの損切り注文をですねストップロスを必ず設置して、えー、リスクリワードを考えながらですねなるべく損失を少なめに利益を多めに取っていくようなトレードを心がけ,けるといの。と こういいいったレンジ相場で特にいいのかもしれませんでコインテレグラフさんの記事でですね 200MA 維持でビットコインは9月に完全な強気になる可能性という記事が出ててですねこれ見ててちょっと面白いなと思ったんですけどアナリストのコール・ガーナーさんのですね記事の分析を見るとですね、まあ、クジラと、まあ、魚、まあ、魚っていうのはあの小規模投資家ですね僕らみたいなあの小規模でやってる 投資家とかトレーダーダの方ですねでクジラというのは大口なんですけど、まあ、クジラと魚のこのポジションの推移っていうのを表してですねこの赤色っていうのは、まあ、クジラも魚も両方アクティビティがまアップしてるっていう色なんですけどここ直近ではねずっと赤なんですよ要はこれ今ビットコインを現状売ってるのは、まあ、クジラではなく小規模投資家でえクジラは今保持中だと ダイヤモンドハンズとも言ってますけどクジラは売ってないよっていうことをこの表で表してるんですよねなのでどちらかといった今売りに出してるのは結構ビットコイン売りに出してるのは小規模投資家の方でクジラっていうのはもうずっとホールドしてるよとそういった分析がされてるわけですよねこのグラフもねちょっと見てあの詳しく見てみてもらえるとちょっと面白いんですけど2018年から2021年までは結構ね あのクジラの、まあ、テイクプロフィット利確っていうのを理覚売りっていうのがかなりあったんですけど2023年からはその,あの傾向が今,今のところないとなのでクジラが、まあ、保有してる限りはまだまだあのブルーマーケット行くんじゃないかとでそれが、えー、今年で言うと9月ぐらいに完全な強気になりそうだっていうようなあのガナーさんの分析なんですけど、まあ、彼の分析によると 週足のですね 200SMA を下回らない限りは、えー、ブルーマーケットだと逆に 200SMA を下回って、えー、クローズした場合はベアマーケットになるっていった分析法なんですねでちょっと僕の方でも見てみたいんですけど僕はね 200EMA をあの週足ではい主に使いますけど 200SMA を見ても確かに前回の6月12日の 安値ですねこの時が大体24,800ドルでしたけどまあ、ここを下回らないっていうことなので200をを下下回回回るるとととといいううここは前回の安値を下回るいうことですよね、まあ、ちょうど2万5,000ドルまでの値幅っていうのは、えー、ブルーマーケットの中の調整として見とくっていうそういった想定をしていくのもいいのかなとは思いました。 結構ね、この上昇トレンドっていうこの上昇トレンドラインっていうのはあのー、みんな今、意識しているトレンドラインだと思うんですがここね、ね、えー、前回2回反発あったかのように反発あったときのようにう必ずしもねここで今回も落ちてきてまたここで反発されるとも限らないのでこのトレンドラインを万が一抜けたとしても2万5000ドルぐらいにまだ推移する限りは、えー、ブルーマーケット継続中。 といった見方をしていくということもありなのかもしれないですね。で7月のまた FOMC では利上げが決定されてですね、まあ、しばらくは今、えー、利上げがこのまま、まあ、停止されるかまた利上げ1回継続されるかっていうのはちょっと市場の中でも今一番注目されてるところであるんですが夏の8月9月の相場っていうのもですね あのナスダックとかダウアメリカ株を見るとですね結構、変動があってですね特に9月っていうのは、まあ、大きく下落すると、まあ、夏枯れ相場とも言われますけど、まあ、1つはやっぱ夏休みに入ってしまうので、まあ、その中で取引高がかなり減少すると、まあ、そういった要因も重なって9月になるとアメリカの株式相場っていうのはだいたい下落する傾向が強いよねっていう。まあ、これあのちょっと前の あの DMM さんの記事なんですけど確かに9月だけ結構大きく下落してるんですよね。アメリカ株がアノマリー的に9月に向けて下落していくのかまたそれがビットコインがあのつられて 下がっていくのかそれとも、えー、アメリカ株とはまた逆にですね反発して上がっていくのかっていうのはちょっと注目していきたいかなと思ってますただ8月っていうのは逆にあのー、その9月の下落を見通したかのような調整局面に入る可能性もあるみたいでやっぱ1個は夏のボーナスで投資家の購買活動がまあ活発化されやすいと でバカンスに入る前に、まあ、有料株とかに先にあの先行投資を始める投資家も多いということから、まあ、8月は、ね、意外にもこう上がっていくんじゃないかという予想もされていてです、ね、で僕の中でビットコインですね2017年からちょっと見てみたんですけどこの青い枠が8月で赤い枠が9月ですねでやっぱり8月っていうのは結構ここ上昇してるんですよね。2017年は上昇して9月になった にこれが夏枯れ相場とも言われるものなのかなと思うんですけどこういった2017年の8月に上がって9月に落ちるっていった過去実績もありますし2018年ですねは8月の中旬まで下がって中旬から上がってきましたねで9月になってまた下落に転じていったそれが2018年ですね で2019年は8月の中旬まで上がって中旬から下がるで9月はまた下がるこういったのが2019年の値動きでしたねで2020年を見ると8月またこれを中旬まで上がってそこから下がるで9月に入ってまた大きく下がるといったまあ下落にここも2020年は転じてます で2021年は8月はずっともう上昇トレンドだったんですよね強く上がっていってで9月になっても少し上がって9月の初旬で大きく下落していったなのでまあこれを見ても確かに9月っていうのは下落傾向にビットコインはなりやすいのかなとは思いましたで去年の2022年ですねこれは8月の中旬まで上昇して下落 で9月も、えー、一旦上昇したものの下落に転じてったでやっぱ8月の中旬ぐらいまでは、えー、ここ数年を見ると上昇はしてるんですよね一旦、まあ、9月に向けて下がるものの8月中旬ぐらいまではせめて上がったりしてるので、まあ、確かにあのマリー通り夏のボーナスとかで一旦は投資家とかがあの先行投資でまた新たに 買ったりですね株を買ったり、まあ、ビットコインとかそういったリスク資産に資金を回す可能性もあるのかなと思いましたなのでまあ8月中旬ぐらいまでまあ上がる余地もあるのかなとは思ってますけどまあ9月にかけてはちょっと警戒していこうかなという感じですねなので一旦ここが上抜けして上がってもまた再度9月にかけてえ大きく 落ちていく可能性も十分にあり得るかなと思ってますで、ナスダック S&P 見てもですね、一旦この前回高値付近でですね、今、下降調整中ということで、一旦下落に入ってますね。まあお、そんな大きな下落ではないんですけど、まあ、今、リスクオフモードということで、調整で、調整の売りが入ってるのかなという感じですね。続いてリップル見ていきたいと思います。 リッ,プルはリップルもあの大きな下落訴訟の関係で、まあ、いいポジティブなファンダがあったということで、まあ、結構大きく1ドル付近まで上昇したんですがそこからまた下落に転じて、まあ、今調整中ですねで結構今買いたいトレーダー投資家は多いと思うんですけどフィボナッチの、ね、0.618付近を、まあ、買いエントリーとして見てましたが、まあ、そこも、ね、反発せずに さらにあの急下落していったので、今はまだここ様子見かなと思ってます。もう完全に全戻しっていうことも全然,全然ありえるのかなとは思ってます。ただまあ、SI、RSI 的にもここはダイバーを起こしてるので、あとここも軽くダイバーが起き始めてるので、もうそろそろ反発があってもいいかなとは思ってます。でこの下降トレンドラインを抜けて、この 20EMA ですね。 をうまくサポートされればですねまたちょっと短期で買っていくのはありかなとは思ってますここを大きく抜けてサポートを確認するまではまだまだ下に抜けていく可能性も十分にあり得ると思います下落の誘致としてはこの日足の上昇トレンドですねこの0.5ドル付近ぐらいまで 落ちていくことも十分にはありえるのでそこのも想定内にしてみていますでこの前半減期を迎えたライトコインなんですけどやっぱ半減期前ということでまあ、なかなかあの土管上げは難しくてですねやっぱそのままダラダラと落ちていってしまったので今は冷やしでいう上昇トレンドのライン付近まで落ちてきてますねなのでもう一段階もしこのまま下落があったとしたらここでのまた反発 を見てえここはちょっと買っていっても良さそうだなとは思ってるので個人的になんでここでまたちょっとロングエントリーを考えたいと思いますはいこんな感じですかまあなんかねビットコイン異様な感じでちょっと静けさを増してますがなんかこれからねちょっと大きなまあ、上なのか下なのかちょっと大きな動きが、えー、もうそろそろこのウェッジの先端らへんでですね起きると思うので ちょっと警戒しながらですね、なるべく上目線、下目線、バイアスを取って流れる方向に見ていきたいと思います。この僕がメインで使っている FXGT なんですけど、あの皆さんまだ登録されてない方は是非これを機会にちょっと登録してみてください。あの新規登録するだけでですね、KYC すると1万5000円の新規登録ボーナスっていうのがもらえるので、 その入金しなくてもですねその1万5000円のボーナス使ってトレードとかもできるのでこういったね値動きがまあ少ない時にちょっときにアルトコインとかを触りながらですね、まあ、ドル円とか為替とかあとゴールドコモディティとかも一緒にできちゃうので、まあ、ビットコインとかイーサリアムビットコインとかイーサリアムあとアルトコイン以外にですねドル円とかあのコモディティのゴールドとかもですね1つのプラットフォームでできちゃうので。 こういった相場がね、なかなか値動きがあまりないときに逆にこうテストがてらで、ね、この新規登録ボーナスを使ってちょっとトレードしてみるのもありかなと思います。あとはあの入金ボーナスキャンペーンも今やってて100%の入金額がですね、あの最大10万円まで反映されるので、例えば10万円入れるとプラス10万円のボーナスが無料でもらえちゃうキャンペーンを今やってるので結構これお得なんですよ。なので 自分のね、証拠金を2倍に増やすことができるので、こういった入金キャンペーンもうまく使って、ちょっとトレードやってみてください。で、9月からね、あの実は9月からコインクラブでトレード大会も今実施を考えてるので、まあ、そのためにね、こういったあのプラットフォームを使って、テストして、ちょっとトレーニングするのもありかもしれないです。こんな感じで、今日もテクニカルやってきましたが、チャンネル登録、ベル通知、いいねボタン、まだの方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 ではまた次回のテクニカル分析で会いましょう。